放送中の TV アニメ、シュタインズゲートゼロより、第5話のあらすじ先行カットウェブ予告動画が公開となった。シュタインズゲートは、シリーズ累計100万本を突破した大人気アドベンチャーゲームを原作としたアニメ作品。秋葉原を舞台に、電子メールを過去へ送信できる装置、電話レンジ、仮を偶然生み出した小さな発明サークルが、興味本位で過去への干渉を繰り返すうちに世界の過去と未来を左右することになっていくヘリップといったストーリーで、2011年に全24話が放送。2013年には劇場版シュタインズゲート不可領域のデジャブが公開されている。そして続編となるシュタインズゲートゼロでは、マキとベニリセイを救うことを諦めてしまったベータ世界線の物語が描かれる。RR 2018年春アニメ、今回本日5月9日木曜日より東京 MX 他にて順次放送となる第5話、非編集者のソリチュードのあらすじ先行カットが到着したのでご紹介しよう。第5話、非編集者のソリチュード、継承略鈴羽と共に未来からやってきた椎名かがりの創作を始める岡部。誰の依頼でやってきた創作の専門家は、別の世界線でマユリを幾度も殺害したダウンダーの桐生舞香だった。このタイミングで再び目の前に萌香が現れたことに、岡部は強い不安と疑念を抱く。放送情報、 TV アニメ「シュタインズゲートゼロ東京 MX」毎週水曜25:35から26:05、テレビ愛知毎週水曜26:35から27:05、 KBS 京都毎週水曜25:35から26:05、サンテレビ毎週水曜26:0から26:30、 TVQ 九州放送毎週水曜。あらかじめご了承ください。特別先行配信情報、 ABEMATV 毎週水曜25:0から配信。コピー2018明治塚どかは未来ガジェット研究所。コピー2018明治塚どかスティーンズゲートゼロパートナーズ